プレミアム G1 第5回ボートレースバトルチャンピオントーナメント開催3日目、競争水面8レースは BBC シリーズ選抜進出戦です。1号艇峰竜太、2号艇豊田健志郎、3号艇山口剛、4号艇磯部誠、5号艇新海渡る、6号艇川野芽衣、以上の6選手によって争われます。徐々に風は弱くなってきています。今北風3メートル、スタートラインに対して左向かい風の流れです。1コース1号艇の峰竜太、ここまで未勝利、初日の陰線門まくりを受けてこらえて2着という戦いでした。2コースは2号艇の豊田健志郎、3コース3号艇の山口剛、3艇がダッシュコース、4号艇の磯部が門線4コースです。5コースからは5号艇の新海渡る、6コース6号艇女子は川野芽衣。 BBC シリーズ選抜進出戦第8レース、コースは内から1番2番3番4番5番6番枠なり3対3の台形です。1秒前スタートしていきました。覗いたのは3号艇、2号艇、そして負けずに1コース1号艇、峰もスタート、一手の一進一マーク、先行は1号艇の峰が運んで、そのまま逃走、3号艇の山口が2番手を行きます、5号艇の新海差し上がってきて、前に詰め寄っていきますが、先頭は1号艇の峰が抜けました、2番手らしい5号艇の新海、3号艇の山口、後ろは6号艇、2号艇、4号艇の順、スタートは前提正常です。接戦2番手5番が先前3号艇差しました、少し冒頭いた3号艇ですが、先行山口が2番手を取って上位体系は135の順、後続は2番6番4番の順、レースは2周目第1ターンマークです。先頭1号艇の峰が2周1マークを旋回、3号艇の山口がしっかり後ろを牽制しながらというところで2番手を構想、3艇身離されての5号艇の旋回です。上位体系1番3番5番の体系、後ろ6号艇の川野、2号艇の豊田、4号艇の磯部と続く2周目の第2ターンマーク、トップ1号艇の峰が2マークを返しました。3号艇の山口2番手に、そして3番手5号艇の新海、変わらずの135の体系、レースは最終周回へと移っていきます。速攻戦逃げて先頭で今シリーズ待望の白星というところになっていく1号艇の峰竜太、追走3号艇の山口剛、そして3番手5号艇の新海で、前は1番3番5番3艇大きく抜けています。上位体系は135、3連単のオッズは 10.5 倍を示しています。ラストターンマーク、1号艇3号艇5号艇と返して第8レース、まもなくゴールインです。先頭1番峰ゴールイン、2着3番山口、3着5番新海、続いて6番2番ゴールイン、4番ゴールイン。